ティム・ハワードはアメリカ合衆国出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは GK。父親はアフリカ系アメリカ人で母親はハンガリー人。1998年にメトロスターズに入団し、2000年にはシドニーオリンピックの U-23 アメリカ代表として出場。2001年には聖 GK として活躍し、 MLS の最優秀ゴールキーパーに選出された。さらに2002年3月10日のエクアドル戦で代表デビューを果たすと 2002FIFA ワールドカップこそ出場を逃したものの以降は代表の政治系として活躍。この活躍がアレックス・ファーガソンの目に留まり2003から04シーズンにマンチェスター・ユナイテッドに移籍。シーズン序盤はファビアン・バルテズに代わって 生じいとして活躍するも、チャンピオンズリーグ準々決勝の FC ポルト戦での終了間際の失点を機に長いスランプに陥る。その後は、ロイ・キャロルとの併用となり、2005年に、フラム FC から、エトウィン・ファン、デルサールが移籍してきた後は、控えとなった。シーズン後のドイツ W 杯でも代表には選ばれた、ものの、ケイシー・ケラーとマーカス・ハーネマンの控えに甘んじ。 チームもグループリーグで姿を消した。2006年7月4日、エバートン FC にレンタル移籍。長きにわたるスランプを脱し、聖 GK として完全復活を果たした。2007から08シーズンにより、エバートンに完全移籍。聖 GK として、エバートンの剣士を支えた。FIFA コンフェデレーションズカップ2009では、イタリア戦、ブラジル戦で、 計6失点をキスするも、決勝トーナメント進出を決めた、エジプト戦、準決勝のスペイン戦では、好セーブを連発し、チームの完封勝利、準優勝に貢献。大会選定の最優秀ゴールキーパーに選ばれた。2010FIFA ワールドカップ初戦のイングランド戦では、先制点は与えたものの好セーブで、その1失点のみに抑え、格上相手の引き分けに貢献。 大会選定のマンオブザマッチに選ばれた。また、第3戦のアルジェリア戦で後半ロスタイムに、先制ゴールの起点となったスローイングをしたり、決勝トーナメント1回戦のガーナ戦で、延長後半に、FK の際に前線まで出て、相手 GK、リチャード・キングソンとセィアウなど、フィールドプレイヤーさながらの姿勢を見せた。2014FIFA ワールドカップにも出場し、 決勝トーナメント1回戦のベルギー戦では延長戦となった試合で38本のシュートを打たれたが16セーブを記録した。これはワールドカップでの1試合最多のセーブ数であり、チームは敗れたもののマン・オブ・ザ・マッチに選出された。2016年3月20日、シーズン終了後、エバートンを退団し、MLS のコロラド・ラピッツに移籍することが発表された。 対談発表時点で、プレミアリーグで352試合に出場しており、これは、クラブの最多出場記録である。2019年1月22日、2019年シーズン限りでの現役引退を発表した。10月に正式に引退。2020年3月4日、アセルチャンピオンシップのメンフィス 901FC の共同オーナー兼スポーツディレクターに就任し、 選手契約も交わして現役復帰を果たした。2020年シーズン終了後に再び引退。また、2020年9月から NBCSN プレミアリーグの解説者を務めている。AB、スポーツ、ザ・アメリカン・ハンガリアン・フェデレーション、2014年5月30日、閲覧。打たれたシュートは38本。攻守連発の米国 GK ハワードがマムに。 サッカーキング。https www.soccr-king.jp e スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュ wce スラッシュ20140702スラッシュ208014 h t m l c x a r t イコールレコメンド2 0 1 8年5月7日閲覧」。アメリカ代表 GK、ハワード。 w 排歴大最多の1試合16セーブを記録。サッカーキング。https コロンスラッシュスラッシュ www.soccr-king.jp スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュ wc スラッシュ20140702スラッシュ 208143.html2018 年5月7日閲覧エバートン。 ハワードが今季限りで対談アメリカ帰国で、コロラドラピンツに加入ゴールドットコム。ゴールドットコム。2018年5月7日閲覧。エバートンで10年プレー。GK ハワードが対談を発表。母国へ復帰。サッカーキング。 https://www.soccr-king.jp スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュイングリッシュスラッシュ20160321スラッシュ 413223.html2018 年5月7日閲覧ティムハワード2リタイアットエンドオブ1 m l s シーズン e s p n 2 0 1 9年1月22日 閲覧。GK ティム・ハワードが今季限りで、現役引退へ、エバートンなどで活躍。サッカーキング。2019年11月21日閲覧。ティム・ハワード、X、マイエトド,ドエバートンゴールキーパーリタイアーズ。2019年10月7日閲覧。T.I.M. ハワード2、プレイフォーメンフィス 901FC、メンフィス 901FC。 https://www.memphisqlhfc.com コロンススララッッシシュュスラッシュニュースターアーティクル。小。109万25732021年8月10日。閲覧。ティム・ハワード・ジョイニング・ NBC ・エス・プルミエリーグ・チーム・アズ・アナリスト。ワシントン・ポスト。2021年8月10日。閲覧。スポーツニッポン。 強風に煽られた。節目にプレミアリーグ4人目の GK 特典。2012年1月8日閲覧。リバプールと引退、どっちがマシ。GK、ハワード、ファンからの様々な質問に回答。www.soccer-king.jp。2020年4月18日閲覧。ありがとうございます。